はい、ヨプチュアリアンです。今日はエミール・オリリックという人物について簡単に紹介をします。で、今日ちょっと声はねこもってるかもしれないんですけど、実はちょっとした小屋の中で撮影をしております。で、この小屋のことも後日お話をしたいと思いますが、今回はオリリックについてです。で、オルリックというのは、今で言うと何人になるんだ、あの人チェコ人になるのか、一応。で、当時はオーストリア、ハンガリー帝国ってすごい複雑な歴史を持ってる場所で、まあヨーロッパって全部ね、中世とか近世に入ってから今の形になったわけですけれども、もう特に最後まで何て言うかな、国境が定まらなかったというか、非常に紛争とかもあったりして大変な地域なんですね。で、そういった場所でオルリックも生まれまして、主には版画家として知られていますね。で、はっきり言って日本ではほとんど知名度ないと思います。展示などは過去にあったようですけど、そんなに大きなところではやってませんね。まあ、版画がメインなのでっていうとちょっと失礼かもしれませんが、どうしても版画というのは、いわゆる油絵とかアクリル画みたいな一枚に比べると一段低く見られていた歴史がありますので、まあそういったとこも関係してるんでしょうね。はい。で、オルリックを紹介する理由です。蔵書評と関係があるからです。まあそういうことですよね。このジャーナルで紹介するので。で、実際作ってるんですね。で、この本でに実際載ってるというか、現物が貼り付けられてます。1901年に出版されたこのエクスリブリスっていうタイトルでドイツで出版された本ですね。で、ここにブッフダンとかゼイテンとかで書いてあるんですけど、これブックプレートって蔵書評っていう意味です。はい、確か。で、その中に、まあ、いろんなねこう図版が見ての通りたくさんあるんですけど、これ全部蔵書評を紹介してます。新旧ので、後半の方にこれですね、これがエミール・オルリックの作った蔵書評です。で、技法は木版画ですね。多色の木版画だと思います。で、一つ特徴として、実はその木版画っていうものは日本の方が歴史が長いんですよ、実は。で、ヨーロッパは主に銅版画がメインで、木版画って実は技術的にかなりないがしろにされ続けてきたんですね。じゃあなんでオルリック木版画で作ってるのっていうことになるんですが、実はオルリックって日本に何回も来たことあるんですよ。で、明治以降ですね、維新後に、日本に来日して11回とか行ってたかな、なんか専門家によると。で、それでスケッチしたり風景を、で、それで版画に起こしたりして、たくさん作品として残してるんです。で、その中でこの木版画の技術を、多色刷りの木版画の技術を日本から輸入というか、まあ受け継いで、で、それを自国でも表現して作品を発表してたということですね、こういったもので。一応オルリックが、まあ、通説ですけど日本に蔵書評を伝えた一番最初の人みたいな位置づけを与えられています。で、これちょっとごめんなさい、現物持ってないのでコピーになってしまうんですけども、明治33年のこの明星っていう雑誌ですね、この明星の方でオルリックが蔵書評のことを紹介してるんですね。で、その辺がこの辺りに載ってて、まあ、ちょっと小さくても見づらいと思うんですけど、このここにエクスリブリスって書いてありますね、わかりますかね。これとかも全部オルリックのデザインで、4枚オルリックの書評がこの雑誌の中で紹介されています。明治33年だから1900年ぐらいか、ちょうど。で、ここに一応説明が簡単に書いてあって、エッキスリブリスって書いてあるんですけど、ここにはい、蔵書の章って書いてありますね。蔵書の章だから、まだこの頃蔵書表って言葉がなかったってことですね。日本でもまだ伝わったばっかりで、まあこういうことからも日本に最初に伝えたんではないかということがわかるわけです。はい、以上です。